十秒前でーす。五四三二。お帰国ステーション。 はい <laughs> やってまいりましたお帰国ステーションイエイイエイ,イエ <laughs> この番組は沖縄国際大学の、えー、ラジオやりたいとか挑戦したい、はい、一緒か <laughs> の人たちで集まった番組ですはい、はい、今日お届けするのは、えー、川に刺されて最近ちょっと辛いチーカーとを今 カーっていう名りがすごい沖縄っぽいなって思いました。夏野です。はい。お願いします。お願いします。カーの名りが。そう。今、めっちゃカーって言ったから、すごいなんか、沖縄なまりだね。いいね。いいでしょ。がとうありがとう。はい。ということで、今日も、今日もじゃない、久々にですね、二人です。二人です。イェーイイェーイなのかイエーイ今日はガールズデーだね。 ね、ねガだ2回目回目だなうん何ヶ月か前にね2人でしかも慣れてない時だった気がするちいかは3回目4回目ぐらいだなそう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 だよねうんそれでまさかのおおみたいなまったく他のパーソナリティは何をやってるんだねえねえねえ 可愛い交代、どうすればいい。<laughs> もうやばい、しっくりこないぞ <laughs>。はい、もう、やっちゃおう、<はい S 2> やっちゃおう。やっちゃおはい。お、なん。もう、なんで。今日はね、もう二人なので、どんどんメールとかツイキャスも、どんどんお願いします。はい、助けてください。私たち二人を助けてください。お願いします <laughs>。お願いします。<laughs> はい。<い>ね。<laughs> 最近の話で言うと。はい、最近の話していきましょうか <laughs>。はい、最近ですか。はい あれ、なっちゃんなんかありました？最近ですか？うん、何があったかな。あれ、自分飲食店でバイトしてるんですけど、うん、夏休み終わったから意外とやっぱ暇になるのかなって思いきや、うん、そんなことないですね。もうガン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 もう平日だろうが関係なく来て、えー、そうっていうことお父さんに行ったら、うん、沖縄の人はこのなんなんだっけ。 もう絶対飲み会みたいな新しい学校とか新しいのが始まってもこの「医動会」って言ってもう何かしら理由をつけて飲み会するからまだ忙しいんじゃないって言っててああそうだよねだいたい会社とかねあちこちの方はすぐ飲みたい飲み会にだからちょっとまだ忙しいかなあそっかうん体調気ぃつけてうん 頑張る頑張ってうん頑張ってうん今自分はバイトはしてないな今はなんかちょくちょくなんだろうなんか「お手伝い来て」みたいな言われたら軽く「はい」みたいなまあ地元のだけど地元でバイトしたりとかああなるほどねそうそうそう地元は地元はあの泣き人北部北部泣き人の北部にバイトする場所あるあれ なんで言うの？身内？身内で農家、農家とか。なあ、いいね。いいね。農家でバイトとか。楽しそう。自分ちょっと選管、選挙のやつとかがあった時は、なんだろ親もその選挙管理委員会のに入ったりしてたから、そこの立ち会い人とかでちょっと。 なるほど。じゃあちょっと選挙のこととかもちょっと詳しいのかちょっと詳しいかな。じゃあ今度聞いてみよう OK 任してチカはねえっと今日このラジオ来る前泣き心から来たんですよで昨日私の住んでいる泣き神村枠川ってとこなんですけどそこは法然祭がありまして法然祭 わかりますよね。あれですよね。なんか収穫祝いではないですけど、そうそうなんか祈りますよね。はい。祈るお祭りがありまして、はいうん、で、それ私たちのこの住んでる枠側は、うん、え毎年行ってるんですよこれを。 他のとこは4年に一度とかオリンピックみたいな分かりやすい4年に一度分かりやすかった今な感じで豊作祈ってるけどうちらは毎年毎年祈っててそれが昨日ありまして地元の友達とか地元のおじおばおじさんおばさんたちみんなに久々に会って楽しかったちなみに何が取れるんですか 農作物としては、えー、何だろうな何が取れるんだろうねあれ <laughs> <laughs> 何の何の法則に <laughs> 何を取れるようにお祈りしてるんですかねうち、えー、<laughs> の枠側はなんだろうえー、目の前も砂糖きびああ砂糖きびとかそうだね他の野菜とかいろんなのちょくちょくみんな各家庭でいろんな野菜植えてるから、うん、あ家庭でか畑か家庭かながもあるんだそうそうそう<ー>それが 工作しますように、りますように、かな。うち、やってないから。うちの家は、何も、なんかやってない、植えてないから。わからんけど。どんなことやるんですか。ほう、年祭ねんほうねんそう、ほう年祭は。えっと、沖縄のこの、琉球舞踊。うん。あの。なんだっけ。鍵屋デフ。うん。とか、ね、沖縄の踊り。鍵屋デフ、わかりますかね、皆さん。ね、皆さん、わかりますかね。なんか。 2人ぐらいの女の人が点数みたいなの持ってめっちゃゆっくりゆっくり歩く踊りです結婚式とかめでたい時にねやられることが多いん結婚式ではよく鍵屋で風が見られるので見たい方気になる方は YouTube とかねで検索してくださいこの「鍵屋で風」とかこの他の沖縄の踊り芸能を全部入れて。 この法年祭の舞台で踊るみたいなあ舞台そう舞台があってあもうなんか夏祭りみたいな感じでやるのかな夏祭りみたいな感じっていうかもう舞台祭みたいな感じでも舞台で、えー、みんなこの舞踊を踊ったりとかしたりする某術ってもう分かりますかねああ分かる分かるなんか体育祭で、はい、そうそう うん某,某ねいた某術担当いた担当いた <laughs> その某術とかもやったりとかうんこれはもう伝統芸能ですねへけ<ー>んのなんか昨日もなんだっけあの写真撮る人なんだろうなんだろうカメラマンなんとかカメラマンで、うん、なんだろう今頭が <laughs> 混乱してるみな美,美香。ちゃう <laughs> なんでそこ んそ,その人が来たらカメラマンでしか,思うかない <laughs> い指定文化財だっけなの指定文化財なんか芸能人間国宝的な,なそうそうそういう系のなんかその村のこの祭りがそれに指定されてたのかな、うん、それで写真撮りに来てた、うん、だからあすごいんだなって昨日実感したいいね見てみたいですね、うん、ぜひ皆さん、まあ、地下はこれぐらいです

台風16号なんかそこまで被害も沖縄ないですしね,、うん、ねでも石垣がすごい大荒れだったって聞いて、ね、多分その影響で九州地方も16号かななんか季節外れじゃないですか そうでもないんか年々遅れてる気がします台風あなんか小学校の時とか夏休みとかんかそこぐらいに来てたイメージがあるんですけどね今もう9月の後半になってきてるからとか進路とかね沖縄直撃しないで本島行っちゃったりとかね多いから台風も変わるな怖いですねどうなってんだ 怖いです。はい。あ、チャラい A. K. B. ファンさん、へいへい中華、なっちゃんと二人か。中華。中華。あだ名いただきました。お、私。私いうか、中華。あ、中華、はい。ありがとうございます。はい、どうも中華です。中華です。緑の虫さん。はい。小山すけもイケメンもいないじゃないか。イケメン、イケメン。イケメンは。エイターのことかな。あ、あ、そっちかな。 ゆうやさんかな。ゆうやさんかな。どっちかな、それ。どっちかな、あの。まあ、な,いないですね。今日はガールズ。 トークデイですガートークっねはいはいチャライ AKB ファンさんあチーカーも真っ赤なってるねっていうこと一応ラジオだけど照れるんですよこれ治らないんですよすみませんチーカよく顔赤くなるよねちっちゃい頃からなんだ本当かわいいありがとうありがとうやばい照れるまた赤くなるさチャライ AKB ファンさん女子二人やから今日は最高 おっやった,やった最高に盛り上げていきましょうはい,よい,よいお願いします一緒に <laughs> <laughs> はい。緑の虫さん男性人が遅刻罰ゲームは V パンでラジオ出演だな <laughs> なるほどラジオで視覚的罰ゲームをやりますか <laughs> 視覚的 v パンそうですよね V パン伝わるかな <laughs> はい。<laughs> 今日はね遅刻じゃなくてもう残念ながら来れないんですよ そうですね。ねもう今日はもう終始二人でお届けしますので、よろしくお願いします。いますはい。はい。えっと、拓哉京阪十八歳さんですかね。はい、オリンピックとパラリンピックは偶数年。スペシャルオリンピックは奇数年。ええ。スペシャルオリンピック。どなんですかね。初めて聞きました。うん。なんだろう。スペシャルオリンピック。奇、ね、数年。うん、えー。ありがとうございます。情報。 はいはいありがとうございますチャラい AKB ファンさんなっちゃんいいっすって見えへんやんけあ見え見えないですか見えないですかスイースにはそうですね今チーカーしか映ってニューストリームにはちゃんと二人映ってますのでニースト見てくださいいやチーキスでもいいですよ今日はもうチーカーが主役になるドーンとね画面いっぱいチーカーを堪能してください恥ずかしい AKB ファンさんペレルチーカーかわいいっすかわいいですねありがとう ございます。可愛いっすね。もう今日はそんなちいかがいっぱい見れると思うので、どんどん照れさせていきましょう。<laughs> やめて <laughs> やばい。<laughs> はい、はい。じゃあどうします？早速曲行きますか？そうですね。何行きましょう。えー、今日ね、全然何にも決まってないんですよね。2 <laughs> 二人とももう。 一応こう喋れてるけど頭の中混乱してますよね。そうですね。本当に口だけで今ペラペラって喋ってますね。ね。何の計画性もなく言ってますので。はい。じゃあ今日は音楽。あ、さっきトリプル A のあいつだ。行ってました。行きますか。じゃあトリプル A のエールエールで行きますか。はい。これどういう曲ですか。 この曲はですね私は知ったのが CM ソングだったんですよ何の CM だったか忘れたけどなんか聞こえてきてあこれいいなと思ってで携帯に入れてこの曲は元気が出ますか元気が出る本当に応援されるなっていいですねじゃあどうぞはい。 彩香彩香とかいいね。好きなんだ彩香がいいよねうん。最近なんだっけカンジャムみたいなの彩香の曲はなんでいい曲ばっかりなのか見たやってたねやってた天から降りてくるみたいなすごいティストだなと思ったすごいと思ってからしかもなんだっけなアイビリーブだったっけの曲は 外国のなんだっけアーティスト誰かの曲のあれと一緒に見ての音程っていうかビートルズだったビートルズのレイビージのイヤだったその系のそれと一緒でピアノでやってうおーってきたやばい、本当勝ちだみたいな。 うまいよね。うまい。クソジャパン。うん。授業<ス>前です。はい。 三三二。はい、引き続きお帰国ステーションをお届けいっし、お届け。 します。はい。噛んじゃった。はみかみ噛んじゃった。いいよいいよ。はい。今日は何でもいいよ。イエーイ。許される。先輩がいないからね。いないから。好き放題やっちゃお。イエーイ。やばいね。CM の時にねカラオケの話をしてたんですけどね。コメント来てますね。えユキ浜崎さん。はい。カラオケ行きたいですね。行きたいです。行きたいです。 思いっきり歌ってわーって騒ぎたいですね騒ぎたいめっちゃねってそういうタイプあれそういうタイプ意外とおとなしいと思う思うでしょなるほどいいね楽しそうチャライ AKB ファンさん三日月よろしくあや香のことですかねですさっきね CM 中に自分がカラオケで歌うのカラあ あやかなんですけど、あやかさん、はい、三日月も歌いますよ。うん、<laughs> 今は歌わないですけど。<laughs> お？何？おって終わってからなんとか。<laughs> <laughs> 終わってからね。はい <laughs> はい。にき <laughs> さん、僕は声が高いので女性アーティストさんの曲と X ジャパンしか歌えないです。ええ<ー>、X ジャパンしか歌えないですっていう。 レベルの歌じゃないですよね。X ジャパンは。<laughs> X ジャパンもすごいですよ。これ。すっごい高音ですよね。うん、女の人でも歌えない人は多分歌えないですよね。歌えないですね。うん。あの高音出せません。クレナイしか知らないんですけど。<laughs> <laughs> 一緒かな。<laughs> ああと一曲ぐらいは知ってます。クレナイの太鼓の達人がすごい好きで。<laughs> はい。めっちゃやってます。鬼鬼を。鬼？そ紅だけ鬼。 や,るのやばい <laughs> 他のい他のは全部難しいとかでなんか楽しくやるんだけどくれないだけは鬼でやりたい、ね、ガチでもやってる <laughs> やばい想像してきた <laughs> <laughs> 一人で真顔でかっ <laughs> すげえ<ー> <laughs> 楽しいよ楽し,楽しい,楽しいならよかった <laughs>、はい、<laughs> じゃあ今日はコーナーというコーナーはないんですけどす何かねチーカーがまるな話的な なんかネタをいっぱいちょっと調べてきたみたいなので、それを中心に話していこうかなと思っています。はい、あ、でもその前にメールも来てます。あ、そうですね。メールも届いてて。はい。はい。えー、お名前がかなたさん。はい。こんにちは。はい、こんにちは。はい。美女お二人様、はじめまして。はじめまして。この前、博多駅に行きました。はい。お 博多駅の広場で熊本のイベントがやっててサプライズでゆるキャラのくまモンが来てましたおおお二人様は会ってみたいゆるキャラはいますかとおっ名が来まして、ね、<で> <laughs> シーカーにぴったりの話題が<ら>知ってたんですかね すごいサーチ済みじゃないですか。待って、くまもん確定やな。はい、くまもんって来たところでね、二人とも目が。クンってあ、あ、違うね。違うのだ。違う。はい。違うね、あだ名が何だったっけ。くまもん。あ、くまもんはパクリだから。うん。しかあ、そう、そうだ。くまもんってなったんだね。そうそう。な、くまもに似てるって言われたんだっけ。え、なんか。前黒かったから、真っ黒だったから。 そうそれでもうくまもん <laughs> その前からもうくま,くまさんみたいな感じゆるキャラみたいなうんだったから、うん、で熊本行って、うん、あ大会で熊本に行きまして、うん、そこで真っ黒になって焼けてからか沖縄帰ってきたらもうみんながあーくまもんってで、うん、それからちかもんってなりました <laughs> なるほどねはい辛、はい、らい <laughs> イエ<ー>いえいえいえ可愛いですよくまもんねバるくんとかって言われるよりは全然 <laughs> いいじゃないですかか、ね、バール君は伸びるからね <laughs> あ,じゃあ会ってみたいゆるキャラゆるキャラかあんまりゆるキャラ詳しくないんですよね<え>まず何がいるのか,なんか言われないとなんかキンってこないですね自分分かるのはふなっしーはあっふなっしーはそうですねもうテレビでもよく見るのでふなっしーで小さいおっさんおじさんあれは何県の あれ、ガサって言うと何どこに大阪、うん、大阪じゃない天マ崎はどこですかどこですかね<域>あ<一>県のゆるキャラじゃなくて、市の市か天ア崎ガそうだ。ゆるキャラですか。県のゆるキャラはようわからないな。ようわからんか。<laughs> よくわからないですな <laughs>。ゆるキャラってそもそも市のキャラクターなのかな <laughs> あそうなのかなそれがどんどん有名になって。 ケではなくシェから出てるのかな沖縄市のなんかエイボー的な感じかななんかエイサーの男の子いるよねいるいるいるなんエイボーとエイコなんかたくさんいないなんかキャラクターが沖縄市のどこだっけな道どっか通ってたらいろんな種類のこのなんかキャラが 自己紹介されてた<ー> <laughs> えいっぱいいるみたいなそうなんだ <laughs>、うん、大量生産大量生産してる沖縄市 <laughs> そうなんだ <laughs>、はい、で違うところはなんかないのキャラクターみたいななんかね最近できたんだよ今年あおゆるキャラしかも新生児新生児なんか 鳴き人はスイカが有名だからなんかスイカ太郎っていたんだけどスイカ太郎ってったんだ頭がスイカであとはもうアンパンマンみたいな下はアンパンマンみたいなでもあれはゆるキャラじゃないって言われてえゆるくないってことですかなのかな地下はもうちっちゃい頃からそれ見てたからあ鳴き人のゆるキャラはこのスイカ太郎だと思ってたんだけどなんか違くて新しくアグー豚みたいな。アグ豚 豚<笑>豚<笑>そう、うん、なんかちょっといろんな,なんだろ誰だっけなこの泣き腎荘の観光協会の人が、うん、こんなゆるキャラができましたって紹介してたのみんなに、うん、してて、うん、そしたらなんか見たら豚だったから名前もアグー豚あ,あなんかアグーみたいな感じだった<ー> <laughs> そしたら「あんあみたいな。 スイカ太郎はゆるキャラじゃなくてアグー豚がゆるキャラになってたあれあれアグー有名だっけ泣き陣わかんないそうなんだあってみたいゆるキャラかいますかちいかあってみたいな自分はんだろうなんかでも一番やっぱふなっしー見てみたい あー見てみたい会ってみたいそうだね船一緒に船って言いたい一緒に一緒に言いたいんだ一緒に言いたい <laughs> なるほどねそう,そう,そう一緒に言いたい <laughs> やばい楽し,楽しそうだ、ね、でも、うん、あの高速 上下のブレを一緒にね、なしするブシャーって。やだうち何やばいだろやばいな。楽しいんじゃない。楽しい。中の人は中の人って言っちゃだめだ。フラッシーはすごい多分頭いいですよね。ああ、クイズ番組とかたまに出てるの見てましたけど、うん、常識人ですよあの人。あの人じゃあのなしの妖精妖精さんは本当クイズ番組あ自分も見ましたなんか結構答え ないかなと思ったんですよあまり答えないちょっとねおバカさん出るかなと思ったら結構答えるから常識人みたいな人じゃない常識妖精そうだ妖精常識妖精だねなっちゃんはいますかあってみたいゆるキャラかわかる範囲でうんわかる範囲で自分のなんかレパートリーがくまもんふなしネバルくん エイボ。ぐらいしか。あ。ないので、<laughs> あ<ー>まあ、その中でいうと、うん、まあ、ネバールくん会ってみたいですね。ネバールくんそう。びょう。すごいよね。めっちゃ伸びるよね。うおーって <laughs>。うーん。 わあって伸びて見上げてみたいわあってそうまあ見上げていかな多分面白いと思うでばルくんそうあんまりね芸能人とか有名なものに会いたいとかっていうのがないんですよだからあんまり会ってみたいとかっていうのないかもしれないなあるあでも地下お笑い芸人さんのよく結構お笑い芸人くね 好きなお笑い芸人にはもう必ずチェックして会いに行くへえすごいなんか今月の日曜9月の25日に沖縄か月で「ノンスタイル」の石田さんが来るのねえそうもう「ノンスタイル」好きだから会いに行きたいけど今沖縄県のこの 大体のところが運動会シーズンで、で自分の親戚もちょっと運動会があって被って,、うん、被ってしまっていけないんですよ。ああそっかー。うん、ああ被ってるのか。しかもノンスタイルの T シャツも買ったのよ。買って会いに行く気まんまなったの。<ー> <laughs> もうマジかと思った。 が残念だえ、か月に出てくれるってことですかか月に出るへーそう出番があるんですよすごい一人でもなんか動くんですね一人で、そうそうだから相方さんも一緒かなと思ったけどうんうんうん石田さん一人で出るそうです面白いですよね面白いもう好き一回は会ってるんですよでも一緒に写真撮ってうんか月でうん なんか自分は違う用事で行ったんですけど石田さん歩いて「おお」みたいな「え!」で「いいですか?」ってあすごいこういう時に自分から声かける自分からんでだろう芸能人には自分から生きるなえかめっちゃ自分恥かさテレ屋さんなんだけどなんか芸能人とかは今しかないと思って芸人はね今しかないと思って「すいません」って言ってへえしたらいいよって。 言うから、あーってでかしゃ、そう、そうだよね。自分ねためらってねいつもいけない恥ずかしがって恥ずかしがってっていうかえいいよいいよって、そうもったいないね。でももう見てるだけでもいいっていい人もいるし、なんかそれぞれだから。そう、そうか、そう、あ楽しみだね。おツイキャス、チャライ AKB ファン感。 なっちゃん、なんかくれない。なんか、どういうことですか。あげてじゃ。どういうことですか。くれない。あ、プレゼントってことですかね。歌のプレゼントですか。いや、歌はないですよ。なんかくれない。なんかくれない。じゃ、もう愛を。マイクを通して、愛を。受け取ってください。はい。もう最高のプレゼントですね。はい。石峰。 水木さんあ、水津さんですね。水津さんですね。ありがとうございます。シーカーラジオファイト頑張れありがとうございます。やった嬉しいぞ。頑張れ。頑張,れ頑張ります。<laughs> はい。お友達ですね。あ、お友達。はい。お笑い仲間。あお。<laughs> <laughs> 何ですかお笑い仲間って。<laughs> あなんかカゲ沖縄かゲツ行くじゃないですか。うんうん、この劇場に、うん、そこで。えー なんかお友達になれるみたいな,なんか同じ芸,芸人さんの出待ちしてたりとか、うん、あの場所にいたらなんかみんな友達になっていくんですよ、うん、あ,あなたはどの芸人のファンですか、うん、みたいな、うん、それから仲良くなってもうずっと一緒に、うんえー、何年になるかな1年ちょっとかなみすずさんとはよくしてもらってます <laughs> いいですねそういう結構ファンのこのんだろう仲が 捕まるね。うん、<laughs> こういう花月とか劇場いたら、うん、そう。いいね。じゃあ、お題の方いきますか。はい、いきますか。何に、何にします。何しようかな。じゃあ、今日はまるまるな話で。はい。遠くを、これからね、残りの数分。えー、何にしようかな。 もチーカーが話しやすいもので話しやすいもので、うん、えー、何があるかな <laughs> 待ってよ <laughs> えいっぱいあるんですよ、うん、じゃあじゃあ最近、うん、頑張った話頑張った話うんありますか頑張った話そうですね 最近、はい、1か月ぶりぐらいに、はい、部屋の掃除をしましたおた<ー> <laughs> お部屋がお部屋の掃除部屋基本常に荒れてるんですよ <laughs> そうなんですかそうもうね洗濯物とかもどんどん溜まってたり、うん、もう漫画とか本とかもバーってベッドのよかれったりとか <laughs>、うん、そうなんかリビングが好きなのであ<ー>そうなんか リビングにずっといちゃうのでもう本当に部屋はもう服置きみたいな感じになってたんですよ、ももうん、そう、最近だけどなんかちょっと最近なんか考え事をしてて、うん、夜中の3時からもう部屋をずっと黙々と考え事しながら掃除して何、うん、<laughs> 時間ぐらいかかって。 あのでっかいゴミ袋いっぱい分のゴミと雑誌とか,、うん、なんかパンフレットとか本なんか読まなくなったやつとかを、うん、バーンっていっぱいまとめて一応 <laughs> <そう> <laughs> とりあえず今人間が生活できる空間になりました。 頑張ってますはい頑張ってる頑張りました <laughs> お疲れその考え事もちゃんとすっきりしたかな、うん、なんかもう無心で掃除しすぎてもう何を考えてたかもう忘れてしまいません、うん、忘れちゃった、うん、いいことですねいいことですね掃除と一緒に大事じゃなかったのかな <laughs> と思ってそうだったのかなそれかもう掃除しと一緒にすっきりねそうですね <laughs> 消えちゃったのかな、ね、はい。ね頑張ったって感じですかね頑張ったかな <laughs> 頑張った 頑張ってるだって滑るようにっていうかなんか当たり前のことなんですけどね一応でも人それぞれですから。じゃあ頑張りましたはお疲れ様です頑張ったはいお疲れ様です時間はそうだよね今するーシオスしたそうだよね今なんかちょっと違うお題探しに入ってたよねバレた逃さないよ頑張ったこと頑張ったことうん そう言ったらガチで悩むなあれ自分でお題選んだらもう大丈夫あるよちゃんとあるよ頑張ったのはねなんか今週ちょっと自分体調崩してからなんだなんか酸欠酸欠酸欠だったのかなお風呂入ってる最中にもうふらふらしてきてそれはのぼせてるとかな なんか普通だったわけでもなんか最後ら辺のぼせでもな,なんか分かんない記憶がないから、うん、そのままもう倒れててから、うん、で体調不良だったんだけど、うん、なんかその倒れた日の翌日、うん、あれちょっとお友達とお笑い見に行くっていう約束やってて遊びなんだけどもうそれのためには持って思ってもう、うん、めっちゃもう。 親もちょうどいたから、うん、その場にだから親にいろいろ対策こんなふらふらした時どんなするの、うん、みたいな感じで、うん、どんどん体調直してってから、うん、翌日の朝にはもう復活みたいなで頑張って運転した、うん、<laughs> それから<ー>頑張っただ <laughs> から体調もいろいろもう自力で、うん、もう薬とかってあまり使いすぎたらちょっと怖いから、うんうん、ちょっともう自力で。 もう精神なんか最近大変忙しかったのに疲れたか疲れ多分ちょっと移動が多くて<ー>ちょっと身内のいろんな、うん、あの用事があって、うん、でそれの送り迎えとかので、うん、もう那覇から泣き陣とかも全部ずっと。 車の運転とかやってたからもう疲れ溜まってたんだはず <laughs> そっか <laughs> それかそれはもう頑張ったっていうか無理しただね無理しただな <laughs> 無理した話だな <laughs> 無理した話だな <laughs> じゃあ多分頑張ったのはこの運転だな <laughs> そうか運転頑張った身内のために頑張っていろいろやってた かなうんこれだな頑張った話 <laughs> <laughs> やばいな <laughs> やばい他の話し,しましょう <laughs>、はい、おその前にお青い瞳のキャスバルさんかなですねはい、はい、アットマーク北総新選組一条新衛隊でいいんですかねですねこんにちはこんにちはこんにちは,にちは初めてですかね、はい、初見さんですか 分からないですけど初めて自分は名前見たかもしれないですね、えー、ありがとうございますはい <laughs> はい <laughs> じゃあ次の,次のお題いきますかはいはいいきますかはいはい、えー、次のお題ははいえー、最近笑った話笑った話うんう 笑った話か何があるかなこれはちいかんの方がお笑いは敏感じゃないんですか<笑>お笑いうんお笑いでは結構笑ってる日常のことで日常で笑った話とかありますか、うん、ありますなんか自分の親がちょっと天然すぎてから <laughs> <laughs> やばくて急にものまねしたすんですよなんか、うん、で昨日も えっと実家にいてで自分が自分の部屋で眠ってたらなんかおかずクラブのものまねをする親が地下の部屋にバッて入ってきてゆいーとオカリナを一人でもう人二役してからなんかやってたんですよもう地下も「はあ?」と思ってからこれ夢だと思うと思って夢だ夢だと思ってたんだけどその後いろんな。 芸人さんのものまねして始めてから、うん、なんかもう目覚め <laughs> 目覚めがよくてもう笑いながら目覚めた <laughs>「<laughs> お母さん!」って言ってから <laughs>「やばい」しかもなんかいろんな人の芸人のものまね一人しかもコンピンの芸人のものまねすればいいのに、うん、コンビのやり出すんですよそうですね一人で一<う> <laughs> <laughs> 人でやるコンビのものまねそう一人二役をするお母さんに対しても笑いがこみ上げたという感じ <laughs>。 それは面白いねなんかもうびっくりした朝から <laughs> <laughs> え「え何?」みたいな「何事ですか?」みたいな <laughs> びっくりしてもう笑ってしまった <laughs> しかもお店行っても「なんか喉乾いたからジュース買いたいやつさ」って言ってお母さんが「うんうん、で飲み物お店入りました」うん、そしたらお母さんが「えー、このお店を飲み物置いてないさ」って言うわけ、うん、しかも「えー、っ?」て言って周り見渡したらお母さんの真後ろもうジュースコーナーなんですよ 飲み物コーナーで、うん、お母さん気付か,かんっていうかもうそこのコーナーを<う>背にしてるから「ちいおか」いチーーみたいな「<laughs> ないよ」「飲み物をつから「違うお店行こう」って言うから「いやあったよ」みたいな「後ろ見てごらん」みたいなそ <laughs> <laughs> したらお母さんがあったねって <laughs> もう死に恥ずかしいもう店員さんもいるわけ <laughs>、うん、もう,う相当天然だねお母さんね<笑>う,笑うしかないみたいな死に笑ってしまう。<laughs> <laughs> 確かにそれは <laughs> <laughs> 家族の話面白いですよね家族でなんかなっちゃうもんなかったない家族,家族か最近最近,最近ではないんですけど、うん、弟が昔この寝相がすっごいひどくて、うん、なんか夜中もう寝相っていうかもうなんか歩き回るぐらい <laughs> <laughs> なんか。 <laughs> 歩き回る,そう歩,き回る歩き回ってたんですよ、昔は。うん、今は多分ないですけど、うん、なんか昔、2階で弟が寝てて、うん、で下でお父さんと一緒にリビングでテレビ見てたんですよ。うん、で一応下にも あの畳間のところにもちゃんとお布団も準備されて、うん、誰も寝てなかったんですけど、出、うん、てるよ。お父さんと一緒に見てたら、なんか弟がバーって降りてきて、うん、で目はつぶってるんですよ。うん、目つぶったもうなんか降りてきてなんかないないない,ないっていうか言い出すんですよ。<は>自分初めて見たので、うん、弟の。こういう夜中歩き回る姿<ー>びっくりしてあ大丈夫みたいな。うん、ちょっと。 なんかおろおろしてたらお父さんはもうテレビから視線を一切離さずに「大丈夫だよーありようありよう」ってもうすごい扱いがもう慣れてて「大丈夫だよーありようありよう」って言ってほとんどそれで「あれあの?」っつって「分かった」っ,ってそのまま一回転して全転してストーンにそのままスッて入っていってもうパターンって眠って。 <laughs> なんか想像つきますかねこ布団があって <laughs>、うん、この枕の方からクルーンって一回転してストンってパッってそのまま眠ったんですよ。あ<ー> <laughs> あります <laughs> すごい起きてないの<う>これガチで寝てるんですかそうそうでもびっくりして <laughs> もう一瞬固まってもうそのあとすっごいもう面白くなるな、うん <laughs> 何だったんだろう今のは <laughs> と思って。<laughs> やばいいこれすごいで朝弟に「昨日あんた大丈夫だった?」ったらなんら全然覚えてないんですよそれは。っていうのが結構4年前ぐらいまではもうずっと頻繁にあってそれを見ていつもんかすごいなんか面白かったですね。 うん、これ実際見てたら本当笑いますよね。お、うん、いです,、ね、すけど、うん、お父さんの扱いすごいですね、うん、そうお父さんが慣れすぎててそれにちょっと笑ったっていう,もう一切テレビ,テレビ見たまんま、うん、あるよーあるよつって何を探してるかもわからないのに <laughs> とりあえずあるよーって言って <laughs> お父さんの扱いに拍手だ拍手です、ね。<laughs> すごい できるやばい待ってごめん普通に笑ってるやばい面白いですありがとうございますごいって感じですかねはいおゆき浜崎ゆきさん現在進行形ですが毎朝彼女の弁当作りと送迎を頑張ってますすごいえ彼女のお弁当を作ってるんですかもう最高な彼氏さんじゃないですかもう送迎 尊敬ですわねえすごいですねうんえーいいないいですねこういう彼氏さん欲しいですねですね欲しですね家事とか好きですか家事は自分大学入ってからしかやってなくて大学入って一人暮らしなんで一人暮らしになってやっと家事するようになったかな高校までは何もやってない料理もやれなくてうん できんくて、もうずっと部活だけ、うん部活オンリーだったから、そか家事が、うん、でも今はもうできるようになってきました。お<ー>、うん、いいですね。うん、できるようになった。<laughs> けど、うん、掃除はちょこっとかな <laughs>。しかも掃除はちょこっと <laughs>。たまーにやる <laughs> な。<laughs> なっちゃんは家事とかは？家事ね、うん、たまーにやりますとかね。うん、なんか誰も でも父さんも帰りが遅いとか、うん、お母さんもいないとかで、うん、自分が時間ある時はああう洗濯物を干したり畳んだりとか食器洗ったりとかしますね<ー>でも家事っていうほどなんかちゃんとはやってない気がしますね <laughs> 小声になってったよ<そう> <laughs> <laughs> 料理もね料理はなんか、うん、自分一人だけの時とかで、うん、食べたいものがあったらそれは作りますね。おー 勝手になんか創作料理が好きなんですよ創 <laughs> 創作料理創作料料理理っていうか例えばもともとあるものになかちょっと付け加えて、うん、そのまま食べるよりは美味しくするとか美味しく美味しく料理して <laughs> そう最近は目玉あメレンゲのオムレツっていうのかな、うん、オムレツ作りましたよすごいそう最初に卵白と卵黄に分けて、うん、卵白でメレンゲ で卵を混ぜてオムレツにしてすごい普通にも料理してるじゃん美味しいかなってそんなに美味しくなかった食感も楽しかったんだけどね味はそうですねそうなんだこんな感じですかねじゃちょっとここら辺で一旦 CM 行きますはい でもないから。う本当に料理とかも身を真似て作って。うん、でも料理なんか適当でもなんか食べれるじゃん。うん。だからいいよね。そうそうなんか、あのおお腹壊すぐらいの料理はしないから <laughs>。食べれるだろうみたいな感じ。<laughs> <laughs> そうそうそう。 なんか好きな食べ物とかある？好きな食べ物は、うん、うん、なんだろう、オムライスとか。あ<ー>、でもカレーは、あ、でもカレーかな。カレーだったらも一週間でも食べる。うん、へえ。ずーっとでも、毎日でも、毎日でも飽きないんだ。飽きないカレーは。へえ、すごい。なんか飽きないから食べたいけど、うん、でも親とかは、うん。 ね変えたいからすぐ終わらすわけ。そうカレーかな好きなの。まっちゃん結構なんでも好きだけど卵かけご飯。おおつけものがあればご飯何杯でも食えるって感じ。あそうま一度ね漬物もの。 <laughs> 誕生日に漬物 <laughs> 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 なんか前話になってんな <laughs> 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 そっか、うん、漬物とご飯あはであねそろそろ10秒前でーす、はい、5 4 3 はいお大丈夫ですかねはい引き続きフリートーク、まあるまるな話を続けていきますはいえー、次は何話そっかな何があるかな <laughs> 何でもいいでえっとね,、はい、っとねそっかあっあんか、うん、なっちゃんはもう今二十歳 20歳ですあじゃあ飲み会ととかは行ったことあります飲,み会飲み会うんでもそんなに行かないかもしれないなあ<ー>そうみんなが飲み会してる時に働いてる側だからあそっかまだ2回3回ぐらいしか行ったことないですね、うん、自分もそこあ自分もないかなあんまり友達と行くっていうのは、うん、そうだね友達とはよく行きますけど<お>この団体で 飲み会とかはまだ経験ないですねそうですか自分もあじゃあ一緒ですね自分もないや <laughs> 今飲み会で何か話盛り上がるかなと思ったけど<緒> <laughs> 自分もそうだ思った団体はないなと思って <laughs> <laughs> じゃあ、うん、なんか最近じゃなくてもいいから、うん、あ運動会今先ほどもお話しましたが、うん、今運動会シーズンで、うん、で 自分たちもね、これまで運動会をやってきたじゃないですか。うん、はい、なんか少しでも、ちょっとだけ思い出話っていうか <laughs>。あります。思い出話か、六年生の時に、うん、なんか係りみたいなのをやるじゃないですか。はい、その時に、うん、もうずっと憧れてた、うん、あのスターターの係りをもらえてあ。すごい。そう、もうすっごい嬉しくて。いい 一生懸命ついて「よい」っつって耳を押さえてパンってうわすげーあれどんななんていうのパンってやるじゃんスターターのねあれなんか一応めっちゃ近くでやるさね耳とかもやばいだから一応耳栓してで片方の手で耳押さえてでも拳銃持ってる手はこう腕で耳耳を押さえて。 って感じ。ああ。すごい、あれ、憧れだよね。やりたい。やりたかった。そう。勝ち取った。あ、すごい。すごい。勝ち取ってる。そう。楽しかった。かな。六年生、うん。運動会。うん。中華なんかありますか。運動会の思い出。あれ。中学校の時の運動会なんですけど。中学校の時。結膜炎。 っっていうのが流行って <laughs>、うん、で自分がちょうどもう中3最後の運動会みたいな時だったのに、うん、もう全校生徒の大体もう半分以上が結膜になって、うん、それが延期みたいな、うん、もう「運動えっ、ー?」みたいな「もうこの日のために」みたいなのだったらみんなかかってかかって、うん、で運動会だった日、うん、なんだろうもう 今日が本当は運動会だったんだよみたいな日に、うん、先生に「何で千佳は結膜炎にならないの?」みたいな自分ならなかったんですよ結膜炎ただ一、うん、人っていうかもう数人の中の一人、うん、で先生に言われたのが千佳、うん、は俺と同じ名してるからだよみたいなうういうことだからちかもはあって最初「ねなるさ、うん なななるじゃないですかなんか、うんえどういうことって知、うん、かも言ったら先生の目よく見たら目が細いんですねだから「俺と一緒だから」っていうのは「先生と知あ目一緒だ」みたいな「<laughs> 細いってこと?」みたいな、うん、クソみたいな感じでで運動会もなんか一応伸ばし伸ばしてみんなが集まれる日になって、うん、めっちゃ延期なりながらへえ<ー>そういうので延期とかもあるんですねあの時にびっくりした運動会延期 台風とかああいうので延期なのわかるけど、あ、やっぱ病気でも延期なるんだなって。運動会の思い出、これかな。思い出た。結膜炎で、くそみたいな。結膜炎、うん。運動会これ結膜炎みたいなのがもう頭が離れない。大変。大変。もう怖くなった。うん。これかな。お時間は。残り三分と。 なってまいりました。はい。今日どうでしたか。どうでしたかね。二人で話ちゃんとできてましたかね。そこまでガールズトークっていうほどもできなかったね。ガールズじゃないねこれね。最初らへんガールズです。ちょっとちょっとだけガールズ入れてこうぜ。やだやだそうだよ。現在ちょっとさっきのちょっと話を振り返して。はい。この彼女のて彼女の 弁当作ってくれる人どうですかタイプどんな人ですか自分はなんかもう優しくて、うん、面白くて、うん、まあ明るい人が好きですねるあなるほどね確かに一応家事もできたらいいな。<laughs> いいな、そうなんだ、引っ張っていきたい方ですか、引っ張られたい方。ああ、そうなんだ、やあ、求め。えなっちゃんはどっち派?。ええ、わかんない、人によるかな。ああ、うん。そうだね人による。うん、うん。結果、そうです。最低限の常識があれば。あ、そうだね、そこだね。常識。常識人だよ。うん。うん。 そんぐらいかなですね <laughs> 常識人 <laughs> って感じですかね <laughs> 女子トークできねえ <laughs> <laughs> やばい慣れてないのがバレてる <laughs> やばいバレちゃう待って最後メール来てますよあ本当ですか読んでくださいえこれはあれですかお帰国、はい、おき捨てですかねはい、はい、おき捨てですねはいしまうた大好きさんはいこんにちはこんにちは日曜日のラジオ楽しく聞いてますはい突然 突然ですが皆さんのストレス解消方法はありますかはい自分は一人カラオケで好きなカラオケ演歌を歌うのが解消法かなと思いますはい女子学生の皆さんのストレス解消法は何かございますかはい最後に僕はマッサージが上手なのでできたら女子学生の足をマッサージしてあげようかなと思います <laughs> では時間まで聞きますじゃあ解消法言ってさよならにしましょう一、ね、人カラオケで解消です しかも一人カラオケ<笑>お笑い見る、お笑い見る方が解消。<笑>お笑い見るの解消法。いいですね。ということで、<laughs> 本日は夏のと地カでお送りしました, <laughs> しましたバイバイ